はい、どうもー、毎日ポジティブ201回目でございます。よろしくお願いします。さあ、それでは昨日の動画についたコメントを発表したいと思います。一件つきました。かなにさんからですね、毎日楽しみにしてるよ、マイポジありがとうという言葉、ありがとうございます。いや、本当めちゃくちゃ嬉しいですね。こうやって僕配信することを本当待ちに待ってですね、楽しみにしてくれてる人がいる。それだけでもうどれだけ僕がですね、元気になってこう原動力が生まれてくるか、そういう人のためにもですね、今日も元気にいきたいと思います。本日のですね、お話はですね、皆さん、日本一の行列を作る焼肉スタミナ園っていうお店を知っていますでしょうか。僕もはですね、知ってて行ったことないんですよ。すごい行きたいなと思うんですけども、その人が、そのスタミナ園のですね、店長を書いてる本をですね、ちょっと知る機会がありまして、そのことをですね、少し皆さんに伝えたいなと思います。それどういう本かといったら、日本一行列を作るための、繁盛店の哲学みたいな本なんですね。で、豊島さんという方が書かれているんですけども、その人の仕事に対する考え方とか思いとか、どういうふうに今仕事をしてて、それだけの多くの日本一の行列を作れるようになったのかというですね、ことが書いてあります。で、そこですごくですね、勉強になるなと思うことを少しですね、シェアしたいと思います。まずですね、そこの焼肉屋さんで、従業員の人にどういうふうに豊島さんを教えてるかといったら、お客様を自分の愛する彼女だと思って接客をしなさいと。こういうテクニックではなく、マインドの部分ですよね。自分の彼女、愛する人だったら、あなたはどういうふうに行動しますか。それを全員がそれだと思って、自分の彼女と思って接客すれば、お客様に喜んでもらえると。そういうふうにですね、テクニックではなくマインドを教えているというのがまず一つ、これ素晴らしいなと思ったのと、豊島さん、いまだにですね、もう60歳なんですけども、いまだに厨房で12時間毎日厨房に立って、仕込みをしたりとか料理を作ってるんですね。で、その豊島さんは、その厨房に立つ以外もトイレ掃除も全部自分でやるそうです。で、一切の妥協なく、ここで妥協したら一人お客様が来なくなるというのを常に恐怖心を持って、それだけ日本一の行列を作っているにもかかわらず、常に恐怖との戦いなんですよ。もっとお客様に喜んでもらうために、今これを妥協したらきっとお客さん一人減ってしまうと、それが続いてしまったら今のこの行列もなくなってお客様が来なくなってしまうというのを、最も行列を作っている豊島さんが常に思ってるんですよ。それもやっぱりすごいなと。おごりが一切ないですよね。もうすべてトイレもピカピカにする。そして料理も妥協を絶対しない。で、これがなぜできるかといったら、食べてもらった焼肉を、肉を食べてもらったお客さんが、うわうまいって、その顔が見たくてと、一番はそこで。そうするためには妥協なんてするべきではないし、するはずもないと、常にその気持ちを持ち続けてる。で、僕がすごくですね、響いた言葉が、自分の人生は時間によって、どう時間を扱うかによって左右されるんだと。時間の使い方というのはすごく大切なんだよと言ってます。で、一番最後にですね、その方が言いたかったことみたいなのがですね、最後パッて書いてあるんですけども、それは、一生懸命真面目にやると。すごくシンプルなんですけど、ここにこそ全ての本質があるのかなと。一生懸命真面目にやり続ければ、目に見えない、まあお客様にとっては目に見えないところすらも妥協せずやり続けていれば、お客様は間違いなく来てくれるし、それを怠った時点でお客様というのはどんどんいなくなって、常に暇になってしまうということを、もうずっと心の中に、お客様来なくなっちゃうんじゃないか、暇になってしまうんじゃないか、そうならないためにどういうふうにするかといったら、一生懸命真面目に頑張ると。本当にもうその原点のそこに集約されてると。そこをですね、豊島さんは一番最後に締めくくっております。結局自分に言い訳をですね、作ってしまうような、そういう仕事をするなと。言い訳ができないぐらい
ここまでやったんだというぐらいのですね、自信が、それが料理にも接客にもお客様にもつながっていくんだと。そして甘えというのは最後自分に絶対返ってくるよと。そこの一個の甘え、例えば昨日拭いたこの場所を今日拭かなければ、あ、拭かなくてもちょっともう今疲れてるからいいかなと拭かない、その一回でその甘えが必ず自分に返ってくる、そう思って絶対に拭くんだと。常にその自分の中のベストを尽くす、一生懸命頑張る、これをその日本一の繁盛店の焼肉屋の店主は考えているということに、すごく素晴らしいですね、学びがあるなと思ってます。じゃあ実際お客さんがまあ、ある程度入っているような店、お店の店主がそれぐらいのことを考えているのかといったら、やっぱ考えてない方も多いと思うし、この飲食店で長く生きていくってすごく大変なことっていうのを身に染みて、僕も今4年間やって思っているので、このですね本をですね知って、読ませていただいて、すごく今の自分をもっともっとですね頑張らないといけないなとか、もっともっと自分を改めないといけないなというのをすごく感じた、そういうですね、僕が学びがありましたということで、以上毎日ポジティブ、少しでもですね皆さんが今の話を聞いて何かちょっとでも自分の仕事に活かせたりとか、今考え方を少しですね、気持ちを変えたりとか、何かしらですね元気をもらいたいとか、そういうのを毎日発信しております。以上毎日ポジティブ201回目でございました。ご清聴ありがとうございます。